くも。俺のチョコが！てめえのじゃねえから！状態に。しかしフェルズたちには悪いですが、これは好機です。フィア、ウィーネ、今のうちに離脱します。待って、レイ、私みんなに喧嘩してほしくない。そんなことのためにチョコを作ったんじゃないの。ウィーネですが、あの大混戦です。戦いを止めるにしても一体どうすれば。私たちが下手に出て行っても混乱が増すばかりです。私たちはモンスターで異端の存在なのですから。ヘイ、フィア、お願い、力を貸して。ぐえにゃー、もう何が何だかわからないのにゃー。パクリ。そう言いながら俺たちのチョコを食ってんじゃねえ。どれだけの犠牲者を出しやがった。私たちのジョンに色目を使った泥棒猫、そしてチビとキツネとローブ、許さないんだから。ダメです、やはり収拾がつきません。さっき立ちすぎて包囲網は突破できない。このような場所で窮地を迎えようとは。一体どうすれば。開いた。あ、これはリリ様、ベルズ様、今も落ちてくるこの包みは。まさかチョコ。どういうことにゃ。アルカディア、何かが頭上を飛んでる。まさかレイ様とフィア様。様、今度のバレンタインもまた用意するから。
て。今の声、まさかチョコの精霊？特権、抜かれちゃった。ええ、こんなバカみたいな真似する女がジョンを狙ってるはずないわね。泥棒猫がこんなたくさんのチョコレート用意するわけないもの。何より。甘いにゃ、やっぱりこのチョコすっごくうまいにゃ。こんなおいしいチョコ作るやつが悪いやつのはずないにゃ。だからもっとチョコください。あんなに殺気立ってたのに、皆さん戦いをやめて今は笑って。チョコの魔力、いや本物の真心か。ウィーネ様、ウィーネ様、大きくなってるみたいですね。はい。チッ。雨なあ、こんなにチョコが雨から、これ以上喧嘩すんのはよそうぜ。今日はバレンタインなんだからな。その解釈で間違ってはいない。だからね、みんなに渡したいから一緒に取りに行こう。まったく仕方ないですね。リリ様、ここまで来たら多少寄り道しても変わりません。ベル様たちのお土産をいただくくらい問題ないでしょ。もう少しだけダンジョンに滞在しましょうか。ありがとうございます、リリ様。リリ大好き。私ね、知ってるよ。こういうのなんていうか。ハッピーバレンタイン。